柏に今日はなかなかボールが入りません、はい、札幌なかなかいい形に入らないです、はい、山田浩太、細谷が裏に抜け出す、山田がまだ持っていく、ジエゴがすごいスピードできました、そのジエゴクロスが入ってマテウスサビをする、細谷のシュート、今日2点目、2対0 J1 残留へ、やっぱジエゴ選手が来るんですよね、追い越して、はい、マテウスサビを開けたスペース、ダイレクト触った後にこれも落ち着いてますよね、やっぱり細谷選手グッと中に入ってスペースができて、ジエゴ選手が余裕を持ってくる。